どうも、終わりです。そして今日はこちら、入善ジャンボスイカっていうね、もう日本一でっかいスイカと言われているスイカを注文しまして、今日は爬虫類館にね、 YouTuber 大集合イベントということで、たくさんの YouTuber が集まってくれて、その中でカメレースをやるんでね、たくさんのカメが来てます。そのカメさんたちにこのスイカを与えようと注文しました。むちゃくちゃでかいですね。これをこのまんまじゃさすがにね、カメさんたちも食べれないと思うので、細かくしてあげる必要がありますね。このスイカは、よいしょ、ちょっとこの藁部分を一回ゼロにして、ちょうど20キロぐらい、20キロ300グラムありますね。よいしょ。この普通のスイカとかだと、7キロとかあるんで、通常のスイカの3倍ぐらいの大きさがあるというわけですね。スイカは大きいほど皮が厚くて割れづらいんで、細かくするのは大変だと思いますけど、頑張りましょう。落っこさないようにね。もう一個あるから、落っこさないように。じゃあ行きます。はい、めっちゃ痛そう。痛そう。大丈夫？いや大丈夫、これグーだから大丈夫。でも今ので結構 50% ぐらいダメ。 50% いった。え、怖い。いきます。あ、すごい。やばい、やばい、嘘でしょ。いきます。あ、うまい。綺麗に割れた。すごい、すごいんだけど。ここら辺だね。うわー、マジか。難しいよ、これでいいんだ。いいですか。おお、怖いな。よし、行きますよ。じゃあ、こっち飛んでくるの。うわさっさい。でも亀裂は入りましたんで、このまま連続で。じゃあ、あのスイカすげえな。おお、おお、はい、じゃあこれ陸亀に与えていきましょう。ありがとうございます。またさらに大きなスイカをいただいちゃいました。何キロあんだこれは。24.3 キロありますんで、この間のスイカよりもさらに大きいです。この間のスイカはね、餌あげるところ撮影さんの忘れてたんで、このスイカを割ってリクガメたちに与えましょう。それじゃあ行きましょう。でも結構ひびが入ってきましたけど、はっくぃー、ふっ、うわー。このね、ここが痛いんじゃないですよ。こう主刀した時に俺の指と指がこう当たるじゃないですか。その指同士が痛いんだよね。はっはっ、あー、ふっ、よし。あー、前回は拳も使っちゃったけど、今回は死闘だけで行きましたよ。これやばくない？身の少なさ、皮の厚さやばくない？これ皮だけで5センチはある。色もなんかやっぱ薄いですもんね。食べる用のスイカとは違う感じします。じゃあこれを与えていきましょう。はい、アルタブラゾウガメ黒芋どうぞ。もうなんかスイカの匂いがしてるのか、みんななんか反応し始めてます。なんか赤足亀もみんな出てきてそわそわしてるんですよ、ね、なんかスイカあるんじゃねえかみたいな。食べてるけど、それそこ皮だろ、そこ皮しかないだろ。これでかすぎて身まで届かないの、高さが。ほら、赤足。走ってきた。
やっぱスイカ大好きだね。ほら、タロイモ。そこ皮だろ。美味しくないとこだろ。もちも来た。ヘルマンたち、ほら、木足、木も。じゃあ、兵門軍団、あれ、はい、でかいも。どれ。もう3分の1くらいこいつにあげる。たくそか。川から行く。なんかみんな川から行くね。緑だから。あんなに俺が割るのを苦労した川でも。こいつはシャクシャク食べちゃってますね。という感じで今回はこちらのね、巨大スイカを2回割って我が家のリクガメたちに与えましたという動画でございました。また今後もね、リクガメたちにいろんなご飯与えていきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。